想です。山口浩二選手と小川直也さんの対談、熱く面白い話たくさん聞いていただいたんですけれども、ついに今回が最終回となります。2人が目指すこれからの選手像、そして山口浩二選手には引退の話など、最後は真面目に少しお話しいただきました。ゆっくりとご覧ください。山口さんがでも43歳でこのグランプリを優勝してトップにいるっていうことはすごいよね。すごいことっていうか奇跡なんじゃないですか。そう思うんですよ。年齢からして何か最年長記録らしいんですけど、今までの最年長は37歳。いや、はい、そうなんですよね。もう自分でもその一年一年が勝負じゃないですか、この年になると。まあまあね、はい、そうだね。ですから僕も今回ね、平塚競輪グランプリ出て、その後ちょっとこう目標をなくしてなるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、優勝できたことによってまたね、目標というかそういうのができたんで、まあ、ありがたいというかプレッシャーなんですけどもね。プレッシャーなっちゃう。プレッシャーなります、ね。もう俺が一番だじゃないの今。実際そうですよ。もう自分の力一番分かってますから、その他の選手と比べて。いや、そんなことないでしょ。だってそれは若手はいっぱいいるけど、ほらね、ここがあるから。まあ年取ってここばっかりね。そう、ここはあれなんですよね。お母さんもずっとまだプロレスの。いや、俺はプロレスは常にやんなきゃいけないと思ってるの。今のほらこんなになってるし。そうですよね。で去年は1回だけ試合出してもらったんだけど、うん、やっぱ復興支援ってことでね、うんうん、まあやったんだけど、まあ呼び、お指がかかればやるし、だからやるためにはまあそれなりに、なんていうの、体型も、ね、まだ絞ってますもんね。いやいや、だから俺もある意味のほらアクション俳優っているじゃない、アメリカのスタローンだとかさ、その、まあ、ショーちゃんも知事になったからブヨッとなっちゃったけど、それ大事じゃない、レスラーも、ある意味のリング上の。そうですよね。でもしその引退は本当だから、その小川さんに今日その引退のそのどれど引き際というのはどれどういうのを考えてるんですかっていうのを聞こうと思ってたんですよ。あのね、あ、そうです。どう引き際、でも引き際、柔道からプロレス行くのも、あ、柔道から引き際じゃないですか。でも今一番だからね、一番ですけど、引き際考えるまでもないんじゃないかな、まあ、一番だったから、あとはそうです。あと何年かはまだ活躍しないといけない。だけどいずれ引退の活躍しなきゃいけないっていうよりか活躍すると思うんだよね、ずっと、うん、まあ、そういう感じで来てるわけだから、はい、その引き際みたいな小川さんにちょっと聞きたいな。でもやっぱり一度はこうなってこう引くときになんか違うクラスで、だから難しいんだよね。横綱になっちゃったからね、一回ね、山口選手はね、山口選手は一回横綱になってるから。だから小川さんがもうプロレスをやめるときは僕も本当にやめるときですよ。え、小川さんがまだプロレスリングに上がると僕も本当にバンクに上がります。俺はすると上がるよ。まだまだ俺ら世代ってしぶといよ。しぶとい、しぶといですね、40前後の、上がほらね、上はいい思いしてる時代じゃない、要するにバブルの時ね。俺らでなんか時バブルないからさ、あれ、そうそう、あの時はどうなったのみたいな。僕ら20歳前後でね、そのバブルの意味も分かんない、うん、みんな上だとハブリーなと思って、そうそう、すごいなって世界で俺たちやってて、そうそうそう、自分たちがキャッチングがあれ、あれは何だったのってバブルで、バブルが泡だったんだよ。でも現実俺たちはそれを背負って今やってるわけ、うん、だしぶたい俺たちで、ね、結構踏まれてたから、その代に、その競争も激しかったですしね、すごい、子供もいっぱいいたし、もう、うん、そういう時代だったのよ、うん、でもあれだよね、1年でも長く俺ね、今話しながら思い出したんだけど、その学生の時あれ競輪で結構ね好きだったのね、あのギャンブルレース読んでからね、あ、ギャンブル大好き、ありましたね、あの漫画見て、ありましたね、あの主人公関正和でしょ、頑張って俺大好きなの、あれ、やっぱりほらなんか競輪が好きで競輪をやってるっていう、まあ、実際の話かどうかわからないけど、ほぼでも実際に近いリアル感だったから、リアル感があるじゃない、はい、そのなんていうの、そういう勝つことより、うん、競輪を愛せるって、その競輪を楽しく生きてるよね、はい、だからね、実際ね、山口先生、そっち系のキャラなんじゃない、実は。いや、そうなんですね、僕もこう、賞金王とか言われてますけど、実際僕はもう本当にあれなんですよ。でもさ、賞金王だからこそ、一番になっちゃった今、横綱になってるけど、トークもほら、喋れるし、ね、バリバリ喋れるから、逆に、中野浩一さんはほら、やめちゃったじゃん。はい、すごいほら、弁達しさ、面白いしさ、でも、違った形で、どう、こう、別にクラスがね、こう、あっても、末永く生きながら、その競輪のなんていうの、その行った先で、うんうん、イベント中心、
確かにイベント中心どうですか。イベントしながら、そっちしながらね。でそっちのはそこにいるそのゲストのお姉さん来るわけだから、これ来たでしょ。お姉さんばっかりでさ、本当綺麗でしたわ。いたでしょ。俺見たけどさ、いいな、いい思いしてなくて、そういう人たち今度トーク相手になればいいの。トーク相手になって、いや長澤まさみさんでもちょっと待っててね、今ちょっとレースしていくから。それでしてきて、いや気にしない気にしないとか言って。そうやって喋って競輪をこう盛り上げて楽しくするっていう広告等は大事だけど、二足のわらじはね、確かにきついんだよ。本当にやばいぐらい。俺もハッスルやった時に、ハッスルやってプライドやってハッスルやった時、あの時ね、切り替えが難しいでしょ。もうね、人間やめようかって思うぐらいね、あれはね、本当に死にそうだったんだよ。まあ今はこうちょっと一番の横綱でずっと君臨しててもらってつつ、確かにそれでいてこういうトークもトークしながら、そう、そういうゲストで呼ばれた姉ちゃんたちをうまくこう喋りながら、この選手と新しいな競輪選手像を目指しますとしたら、あ、作っとくだよ。だから引退はしちゃダメなんですよ。やってなきゃダメなんですよ。やりながら。だから小川さんも新しいその像を確立してください。いや、一応俺像確立してるんだよ。これとりあえずとりあえず、まあ、ハッスルで確立しましたけど、まあ、で今レスラー像でもなんか、うん、でも結局若いやつらは、うん、あの人は違うとか、あの人は特別だとか、そういう感じで、そうか、それはダメでしょって話じゃない。俺も今、猪木さんに、無理でもなんか近づこうとしてるから、若いやつも、今あの、沢田って若いやつが来てるけどさ、それも一生懸命になろうとしてるけど、まあそういうやつが一人でもいればいいんだけどさ、全くもう分けちゃう。無理だからって思って、違う道選ぶやついるじゃん。自分が楽な方に。じゃなくてさ、トライしてほしいよね。だからもし、それで、俺も中根浩一さんみたいな人、経緯って分かるわけじゃん。結構広まったよね。俺も知らないけど、中根浩一さんがほら、番組一緒だったの。競輪選手って夢だったもん、やっぱ俺って子供の頃は。そうですね、そういう像で名前みんな知ってますからね。確かに。だから次はやっぱそういう像で、面白く、なおかつ、でもやっぱ強く面白いのは鬼に空棒じゃない。最強ですよね。最強、そうそうそう。うん、中井浩一さんそれだったもんね、世界選手権ずっと勝ってて。そうですね。競輪チャンピオンより世界選手権で何連覇っていうイメージがすごかった。ヨーロッパではすごいらしいですからね、中野浩一というもの。歌も歌っちゃうしさ。知ってる？歌は知らないの？歌出してあんまり聞かんほうがいいのだけど、長谷さんの歌は。でこれでだからね、山脇浩二選手のこの先決まったじゃないですか。そうですね。じゃあそのリスト、あの経理選手を続けてくださいよ。分かりました。ずっとやってるんですよ。分かりました。70何歳ぐらいの赤いのなんかとか、赤いの60歳過ぎたら赤いやつやって、小笠原もやってくださいね。リング上はどうかまあ、とりあえず、共に行きましょう。はい、よろしくお願いします。お勉強になりましたね。いえいえ、頑張ってください、共にね。ありがとうございます。